次に国貞伊佐人君。はい、はい、国貞君。昨年衆議院議員の選挙で初当選をさせていただきました国貞と申します。まずは今回予算委員会のこの第二分科会におきまして質問をさせていただく機会を頂戴をいたしました。関係各位に心から感謝を申し上げたいと思います。早速質問に入りたいと思いますが、私の質問はすべて政府参考人の方でご答弁をいただければというふうに思っておりますので、大臣ご退席いただいて結構でございます。それでは早速質問に入りたいと思います。まずは都道府県市町村が実施をしている除排雪をはじめとする、いわゆる国設経費について、何点か質問させていただきたいと思います。私は平成18年から4期14年間新潟県の三条市というところで市長を務めてまいりました。この間、まずは総務省さんからもさまざまな形でご支援をいただき、なんとか14年間市政を運営することができまして、皆様方からいただきましたご厚情に対しまして、まずは感謝を申し上げたいと思います。で、ただそんな中で、そうは言っても、すべての制度が完璧なものではございませんし、潤沢に予算が用意をされているというわけでもないということは重々承知をしておりますが、そんな中でやはりこれまで、14年間市長を続けてきた中でやはり改善をしていった方がいいのではないかということについて、今回はとりわけこの除雪の話について中心的に取り上げさせていただき、いくつか質問をさせていただきたいというふうに思います。もうご案内のとおり、私たち雪国に住まう人間はこの雪との戦い、この宿命から逃れることはできません。年によっては本当に穏やかな雪で済む時もあれば、異常豪雪に見舞われてしまう、そんな時もございます。ただ雪の高はあれども、毎年必ず雪は降るのが新潟の宿命でございまして、雪が一旦降ってしまえば、少なくとも例えば会社に行く、お子さんを学校に連れて行くときに、例えば車を出す、この時でも、もう一番最初道路まで自分たその車が止まっている車庫から、出すために、まずは自分たちでしっかりと除排雪をしていかないと、車を出すことさえままならない。でもこうした各家庭において、例えば今ほど申し上げた車を外に出すための除排雪というのは、何か雪の降らない地域の皆さんよりも特別な何かを手に入れるためにその除排雪をやっているわけではなく、これも当たり前のように雪の降らない地域の皆さんと同じ生活をただ単に維持していきたい、それだけの思いで各家庭で日夜除排雪あるいは雪下ろしが行われるわけでありますし、そうしたものを社会経済全体としての活動を支えていくために、都道府県であったり市町村であったりというのがいわば宿命という形で除排雪を当期間ずっとこなし続けていくと、そういうことでありますので、まず前提条件としてこの除排雪の問題について申し上げたいと思っておりますのは、この除排雪という行政サービスが何もその雪が降っている地域だけに特別に与えられている特権でもあるわけではなく、むしろ逆に雪の降らない地域と少しでも同じ生活をしていきたいという、そんなささやかな願いをすべての地域住民、企業の皆さん、そしてありとあらゆるその社会主体の皆さんが思う中で除排雪に取り組まなければいけない宿命に負わされているんだ。つまりどちらかというとマイナスの状況を極力ゼロにしていくためのその取り組みを我々は普段の努力として当期間進めているということを、まずは各その質問にあたって申し上げ、でそんな中でいくつかの点についてお話をさせていただければというふうに思っているところでございます。改めて私自身が
市長を務めてきた三条市、そして私の選挙区で三条市の隣に加茂市という市があるわけですけれども、今回の質問にあたりまして、改めてこの三条市と加茂市に対し、それぞれこの除排雪に対してどれぐらいの経費が決算ベースでかかっているのか、で結果として決算ベースとしてその除排雪経費が普通交付税だったり特別交付税だったり、異常降雪時においては、臨時市町村道 除雪事業費補助金が臨時的に補助をいただけるわけでありますけれども、これが補助される場合にはその補助金、こうしたものを控除した、結果として、いわゆる持ち出しになるわけですけれども、持ち出し分が、どれぐらいあるのかということを、改めて調べさせていただきました。そうしますと、これは私が市長時代も実感として思っていたところでありますけれども、とりわけ異常降雪時においてはどうしても持ち出しが急激に膨らんでしまっているというのが、実際の数字からも明らかになったところでございます。具体的に申し上げますと、私たち新潟県では平成29年度の冬が異常降雪に見舞われた、そんな時代でありましたけれども、この平成29年度の決算ベースにおきましては、三条市では除排雪経費総額が約13億5500万円のところ、先ほど申し上げました普通交付税特別交付税臨時市町村道除雪事業費補助金を差し引いた、いわゆる持ち出し額が約3億8500万円に上っているところであります。また三条市の隣に位置しております加茂市では同じく平成29年度決算ベースにおきまして、除排雪経費の総額が約2億5800万円のところ、いわゆる持ち出し額が5600万円にも上っているということで、本来であれば雪の降らない地域であれば、これについては持ち出しをしなくても行政サービスが行えるところを、この例えば29年度における三条市、29年度における加茂市においては、3億8500万円、2億5800万円をそれぞれ、エキストラに支出をしないと、いわゆるその地域住民の、ある意味最低限の日常生活を確保することさえできないと、いうことで、それは、その我が国全体を考えてみたときに、やはり市町村間の、負担の不公平性に私はつながっているのではないのかなというふうに感じているところでございまして、こうした異常降雪時における状況は平成29年度だけには限らないものというふうに思っているところでございます。そういう意味では、現段階のスキームとして採用されている、まず当初予算段階において普通交付税措置を行った上で、異常降雪時に特別交付税措置、それから国交省さんによります臨時市町村道除雪事業費補助金制度の発動と、こういうスキームが、現時点でのスキーム適用だけではなかなか足りるところではないのではないかというふうに考えているところでございます。そこで具体的な質問になるわけでございますけれども、異常降雪時には特に弾力的に大胆に特別交付税措置を発動することで、都道府県や市町村が安心して除雪に専念できる環境を整え、雪の降らない地域と同等の日常生活を送ることができる環境を整える必要があるというふうに考えているところでございますが、総務省の考え方をお聞かせいただければと思います。はい、総務省前田和弘自治財政局長。お答え申し上げます。市町村の除排雪経費につきましては、標準的な所要額を普通交付税により措置いたしますとともに、実際の所要見込み額はそれを超える場合には3月分の特別交付税により措置しているところでございます。具体的には、所要見込み額が普通交付税措置額を上回る額の 50%、 または所要見込み額の 75% から普通交付税措置額を控除した額のいずれかの大きい額を特別交付税で措置しておりまして、普通交付税および特別交付税を合わせた措置額は主要経費見込み額の 75% 以上となるように措置を講じているところでございます。また措置の対象となります経費といたしましては、除排雪作業に直接必要となります経費に加えまして、
体制を確保するための待機時間に対する支払いですとか、労働ヒーティング等の光熱費、融雪剤等の消耗品購入費など幅広く対象として算定しているところでございます。除排雪経費が多額となっている地方団体についても、その財政運営に支障が生じないよう適切に対応してまいる所存でございます。以上。はい、国貞君。ありがとうございました。確かに特別交付税措置の中で その算定基準、非常に丁寧に網羅的に運用されているというふうに思っているわけですけれども、例えば先ほどご指摘いただいているその算定におきましても 75% という数字を挙げていただきましたけれども、現実的に実績ベースで申し上げますと、先ほどの平成29年度の決算ベースで実際にどうだったかというところを見てまいりますと、例えばその三条市の場合、そのかかった除排雪経費の総額に対する、いわゆる持ち出し額がどれぐらいの割合まで達するかというと、約 28% まで達してしまうということになります。そうすると結果としては、先ほど私が指摘の中で申し上げたように、ある意味弾力的に大胆に、幅広くその特別交付税措置を講ずるといったことと、結果としてはなかなか追いつかないところもあるのではないのかなというふうに思っているところであります。例えば3月に降雪、異常降雪が発生し、一斉除雪を何回もしなければいけないというような状況になったときには、少なくとも確か今の手続き的に申し上げると、年度内執行というようなことを考えたときに、3月の降雪時における予測値までは誰も予想ができないわけですので、それが例えば特別交付税を算定する際のその算定の内数に、数値そのものに入ってこないんじゃないかというような思いもあったり、まだまだ十分ではないのかなというふうに感じているところもあるわけでございますけれども、再度こうしたところについてご見解をいただければと思います。はい、前田局長。お答え申し上げます。除排雪経費の算定につきましては、まず年度終盤に生じる経費につきましても、措置の対象となりますように3月分の交付決定に間に合うギリギリまで、除排雪経費の実態を把握することとしております。加えて、算定のスケジュール上実態把握が困難な期間の経費につきましても、当該団体の過去の実績額を基礎に除排雪経費を推計して算入するなど、できる限り地方団体の実情を踏まえた算定を行うこととしております。今年度につきましても、昨年末から北日本や日本海側を中心に大雪となっていると我々も承知しております。現在地方団体の除排雪経費の状況につきまして、丁寧に伺いながら特別交付税の3月交付に向けて算定作業を進めているところでございまして、繰り返しにはなりますが、地方団体の財政運営に支障が生じないようしっかりした対応をしてまいりたいと考えております。はい、国貞勇人君。はい、ありがとうございます。理想はとにかく持ち出しを出さないというのが本来的な理想だというふうに私が考えているところでございますし、今ほどのご答弁、十二分に理解をしているところでありますけれども、さあ去りながら、おおよそ交付税措置というのは、4分の3が基本的なその敷地になっているということも重々承知をしているつもりでありますけれども、結果としてその決算ベースで、25% を超えてしまっているような状況になってしまっているとこういうことを考えると、まだまだこの特別交付税措置を中心として、この除排雪に係る地方財政措置あるいは補助金制度を全般に対しては普段の取り組みをしていかなければいけないものだというふうに認識をしているところでございます。この点については、私も雪国選出の国会議員として引き続き、自民党の多くの同僚議員とも議論をさせていただきながら、また都度都度ご指摘をさせていただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
続きまして同じ道路除雪、除雪の関係でございますけれども、昨今、そうは言っても除雪をしていただく業者の皆様方が、まあ、なかなか、まず業者の数が揃わないような地域も増えてきている。重ねて申し上げると、実際に雪が降った時に、除雪車を回していただく方の高齢化がどんどん進んできている中にあって、今まで通りの除雪業者によります除排雪だけでは、なかなかこれから先安定的な除排雪作業ができるものではないのではないかというふうに危惧をしているところでございます。そうした中でやはり期待されますのは、消雪パイプ、これが今まで以上に存在としては重要なものになってくるのではないかというふうに思っているところでございまして、この消雪パイプが果たす役割、これに私自身もさらなる期待を寄せていきたいというふうに思っているところでございます。そういうような思いの中で質問させていただきたいと思いますけれども、都道府県や市町村が実施または補助する消雪パイプの新設あるいは敷設替えに対します政府による財政支援が、そもそもどんなものがあるのかないのか、あるとすれば具体的にどのようなものがあるのかお聞かせいただければと思います。自治財政局長前田和弘君。お答え申し上げます。地方団体が自ら道路上に消雪パイプを設置する場合は、石棺指定道路、石棺指定道路以外の道路、このいずれについても国土交通省の防災安全交付金を活用することができる、このように承知しておりまして、この場合の地方団体の負担につきましては地方再措置を講じているところでございます。一方、地方団体が地区住民の方々によります任意の団体が行う消雪パイプの設置に対して補助を行う場合につきましては、国庫補助事業や地方財政措置の対象にはなっていないものと承知しております。国定伊佐人君。一応私自身が確認をしたところでは、少なくとも石棺道路については、要するに都道府県あるいは市町村以外の、任意団体が敷設をする、消雪パイプに対しても交付代金の対象になるのではないかというような話も聞いているところでありますが、これは今日は本題ではありませんので、そうしたところについてまた改めて、後日私自身も直接主管の省庁であります国交省さんの方に、実際の交付金の運用状況、制度状況はどうなっているのかということは、この場以外のところで、改めて確認をさせていただきたいと思いますが、少なくとも今ほどご指摘いただきました通り、狭く見たとしても石棺道路以外の道路については、先ほどご答弁いただきました通り、例えば住民組織が直接設置をする、そうしたことに対して市町村都道府県が補助をする、こうした時にはその市町村都道府県が補助をする財源に対し国がその支援する制度、それは補助金制度であっても地方財政措置それぞれについても存在していないんだという、先ほど局長さんからのご答弁だったというふうに思いますけれども、これから先おそらくいわゆる主要道路につきましては、地質的に例えば私の選挙区で申し上げると、長岡市の土地を地域というのはそもそも消雪パイプをその地下水が取れないので設置をすることができない、そんな地域もあるわけですけれども、基本的に消雪パイプを敷設することが可能な地域については、いわゆるその主要道路についてはもうすでに消雪パイプの敷設は先人たちの努力によって、終わっているものというふうには思っているところでございますけれども、やはりこれから先問題になっていくのはその生活道路で高齢化が進んでいる、あるいはその除雪事業者がどんどん少なくなってきて、面としての除雪がままならなくなってくる、こうした中でその生活道路におけるその消雪パイプの敷設がこれから先の課題になってくるのではないか、でその時には確かに、私の選挙区の中でも市町村によってはすべからく生活道路を市町村直営でやっているという市町村もありますけれども、例えば私が市長させていただいていた三条市では
住民組織が組合を作って、消灰を作る、敷設をする、でそこに対して三条市が補助をする、まあ、こうした、まあ、地域もあるわけであります。でとりわけ今ほど申し上げたようなその公団の措置について、まあ、これから先需要が高まってくるのではないのかなというふうに思っているわけでございますが、まあ、こうした住民組織が、消雪パイプを敷設する、こうしたところについても、まあ、せめて例えば新たな地方財政措置について、まあ、検討を施してみる、まあ、こうしたことは考えられるのではないのかなというふうに思っているところでございますけれども、総務省さんのご見解をお伺いしたいと思います。自治財政局長前田和弘君。お答え申し上げます。地区住民の方々によります任意の団体を行う消雪パイプの設置に対する支援につきましては、まあ、やはりまずは関係省庁において地方団体のニーズや課題等を把握していただく必要があるものと考えております。まあ、率直に申し上げまして、この消雪パイプは道路法に定められております道路の構造付属物の一つでございまして、そういう意味ではこの消雪パイプの設置に対します、まあこの住民の方々によってまあ整備されますこの消雪パイプの設置に対する支援ということになりますと、道路管理の在り方を踏まえて検討するという必要もございます。まあ、そういう意味ではまずは道路行政を所管されている国土交通省さんと関係省庁においてですね、先ほど申し上げましたように、ニーズとか課題等の把握をしていただいた上でご検討いただきたいというふうに考えているところでございます。総務省といたしましてはその結果を踏まえ、必要に応じまして適切な対応をしてまいりたい、かように考えているところでございます。国定伊佐徳。はい。まあ、これ以上もう申し上げませんけれども、まあ、防災安全交付金がまあそもそも国交省でございますので、まあ、そこの範疇が広げられるかというところから議論を始めていくというのは確かに素直な考えだと思っておりますので、まあ、その点について引き続き私も実現可能性について模索をしていきたいというふうに思っております。それから除排雪についてもう1点だけ質問させてください。今度はその道路というよりはまさに家周りになってくるわけですけれども、まあ、高齢者の未世帯など自力での除排雪が困難な世帯が急増している地域が多い中で、もう今それぞれの地域が、まあ、それぞれの地域事情に合わせた形で除排雪支援体制をまあ構築しようという動きがあるというふうに思っています。例えば手法も鉄波で除排雪をするという手段を取るところもあれば、それこそ除雪機械を導入して除排雪をするというところもありますし、じゃあその担い手はどこに委ねるべきかというふうになったときに有償ボランティアを模索するところもあれば、例えば消防団の力を借りましょう、あるいは地元の建築板金屋さんとか、まあ、そういう当期間なかなか仕事がないところに委ねましょうとか、さまざまな創意工夫が見られる可能性があるというふうに思っているところでございますけれども、このその地域が自発的な形で構築する除排雪支援体制に対して、そもそも国として支援制度があるのかどうか改めて確認をさせていただきたいと思います。総務省官房地方力創造審議官馬場武次郎君。お答え申します。ご指摘ございましたように、近年豪雪地帯におきまして高齢者のみの世帯など自力で除排雪を行うことが困難な世帯が増加をしていると承知をしております。このような事態に対応するため、地方団体が高齢者など雪下ろしが困難な世帯に対し支援を行う場合、その経費に対しましては特別交付税措置を講じているところでございます。具体的には高齢者など雪下ろしが困難な世帯が民間事業者に雪下ろしを委託されるの費用などに対し支援をする経費でありますとか、安全対策の普及啓発に要する経費、雪下ろしの担い手の育成に要する経費を措置の対象としており、措置率を8割としているところでございます。国定伊佐徳君。
時間がだんだん限られてきましたので、事前に質問レクをいただいた時のこの特別交付税、措置について、まだまだその縛りが強いなというのが率直な印象でございます。それぞれの地域がそれぞれの実情に合わせて、創意工夫を持って除排雪支援体制をやるというのは、これも目的はただ単に除排雪をしたい、それだけのことでありますので、ぜひともより自由度の高い形でのこう運用に改善されることを、この場では要望をさせていただきたいと思います。続きまして、緊急自然災害防止対策事業費について、質問に移りたいと思います。時間も限られてきましたので、ここについては本当に簡単に 1,2 点、まとめて質問させていただきたいというふうに思います。先日選挙区の中にある田上町というところがございまして、そこの羽生田川という中小河川、では普通河川ですね、普通河川が、あるわけですけれども、たび重なるその災害が、水害というのは大雨が降ると、一部地域で淡水をしてしまうと、そんな河川が羽生田川でございます。こうしたいわゆる普通河川については、これ私も三条市長時代ずいぶん悩んできたところでありますけれども、普通河川については、少なくともなかなかこれまでは、これまでというのは数年前までは、治罪措置もない、補助金制度もない、全部市単独事業でやりなさいと、こういうような状況であったものですから、現実的には手をつけるその術を持たなかったわけでありますが、この羽生田川普通河川でありますので、今のこの現時点でもし仮に田上町さんが決断をするというふうになりますと、緊急自然災害防止対策事業債の記載対象になるというふうに認識をしているところであります。でこの緊急自然防止災害防止対策事業債、いわゆる近似債でありますけれども、記載充当率 100%、 交付税参入率 70% ですから、ものすごい、我々というのはその市町村経験者としては、市長経験者としてはもう手厚い治罪措置を本当に講じていただいているなというふうに感謝を申し上げたいと思いますが、この素晴らしい近似債でありますけれども、少なくともこれまで本当に発行状況どれぐらいだったのかなというところが、もっともっとその活用すべきだという観点でお伺いをしたいというふうに思います。自治財政局長前田和弘君。お答え申し上げます。国の防災減災国土強靭化対策と連携いたしまして、地方単独事業によります防災インフラの整備を推進するため、令和元年度にお話のございましたこの緊急自然災害防止対策事業債、これを創設いたしました。そして国の防災減災国土強靭化のための5カ年加速化対策に合わせまして、令和7年度まで事業期間を延長したところでございます。令和3年の地方債計画におきましては、この緊急自然災害防止対策事業債を4000億円計上しているところでございますが、令和4年1月末時点の同意等の額は約1800億円となっております。なお現在の地方団体の追加の協議を受け付けているところでございまして、同意等の額は増加することを見込んでおります。なおご参考までに、令和2年度につきましては3000億円の計画計上額に対して、最終的な実績は約2800億円までに上がっていたというところでございます。国貞伊佐徳。はい、ありがとうございました。地元の首長さんとお話をしてますと、そもそもこの近似債の存在を完全にご存じ、完全に熟知をされていないなという印象を持っておりまして、やはりこの近似債、非常に市町村にとってみますと、これから先の社会インフラ整備ということを考えたときに、あるいは、まさにこの近似債の目的でありますその防災力を上げていくという観点からも、非常に有用なものだというふうに思っておりますので、ぜひ総務省さんの方からも丁寧に首長さんご本人にしっかりとこの制度趣旨が伝わるような、そういう工夫をしていただきたいというふうに思っておりますし、また先の長い話で大変恐縮でございますけれども、令和7年度までがこの近似債の一応対象期間ということでありますが、こうした素晴らしい制度は8年度以降もしっかりと堅持をしていくべきだというふうに思っております。私もそうした賛同する議員の一人として活動してまいりたいというふうに思っておりますので、
ので、総務省さんからもまたご支援いただければと思います。最後に、郵便局の有効活用について、質問させていただきたいと思います。過疎地域では小学校の統廃合、とりわけ近年は農協の統廃合に伴う公的機関の撤退が進み、残る公的機関は郵便局のみというふうになっている地域がたくさんあるように感じております。また農協に関して申し上げますと、例えば地元の鴨志七谷地区では長らく地域住民に愛されていた地域唯一の農協直売所が撤退することが決まってしまい、小売店が地域全くなくなってしまう状況が現実化しております。そんな中で全国に約2万4400局に及ぶあまねく公平にネットワークが維持されている郵便局が、それぞれの地域住民の生活を最低限支えていくための基盤としての機能を明示的に担う必要があるというふうに思っておりますが、総務省の見解をいただきたいというふうに思っておりますし、こうした、新たな機能を、維持していくためにも、こうした例えば郵便局における自治体の業務受託、郵便局への無人決済システムを活用した大手コンビニエンスストアの省人化、店舗出店、こうしたことについても、例えば次元的な地方財政措置の創設といった公的支援が行う必要があると思っておりますけれども、見解をお伺いをしたいと思います。総務省情報流通行政局郵政行政部長今川拓夫君、答弁は簡潔に願います。はい、お答えいたします。ご指摘のとおり、地域に残る公的機関が郵便局のみになるといった状況は、少子高齢化の進展などにより今後も増えていくものと考えます。これらの中で郵便局が地域の重要な生活インフラとしてさまざまな機能を担っていく可能性があると考えます。例えば、住民票の写しなどの公的証明書の交付事務といった自治体の行政事務の受託ですとか、郵便局と駅の一体運営、高齢者向けの見守りサービスの提供、地場産業の支援や災害時の支援など、郵便客ネットワークを活用した地域貢献の取り組みを行っていると承知をしております。これらの先行的な取り組みを踏まえまして、地域住民の生活を支えていくための基盤として、全国の郵便局がどのような機能を本格的になっていくのかについては、日本郵便が民間企業であることも考慮しまして、費用対効果や体制整備も含め、今後検討を深めていく必要があると考えております。総務省としては、こういった取り組みの全国への普及展開なども踏まえまして、実証実験などの予算も活用しつつ、地域の基盤としての郵便局のあり方について、関係者とも連携しながら引き続き検討してまいりたいと考えております。国貞久人君。ユニバーサルサービスの維持についても検討いただくことをお願いをいたしまして、質問の結びとさせていただきたいと思います。ありがとうございました。これにて国貞久人君の質疑は終了いたしました。次に吉田。